り合わせてよ。誰に言っている？任せろ。その調子でついてこい。手抜くわけにいかねえしな。バカになってどんでいって、時折ほんのちょっと思い出せばいい。やまへとかそこまで硬くならなくてもいいんだ。チャンスをものにできたら